クラージュゲリエは日本の競争馬。主なカチクラは2018年の京都二歳ステークス。場名の意味はフランス語で勇敢な戦士。2016年2月24日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口場主法人、キャロットクラブより総額5000万円で募集され、ノーザンファーム空港牧場の B3 9車で育成された。 当時から軽い動きと瞬発力が目立っており、旧社長から上のクラスまで行くのではと期待を持たれていた。立党、池江康史受給者に入級。7月29日の新馬戦では、藤沢和夫旧社の長良月馬シェーングランツに一番人気は譲ったが、大外一期の末足でデビュー勝ちする。二戦目の札幌二歳ステークスでは一番人気に、 押されたが、先に抜け出した2頭には及ばず3着に敗れる。3戦目の京都2歳ステークス前の追い切りでは、口向きの悪さを見せていたが、新馬戦以来2度目の起場となるジョアン・モレイラの巧みな、手綱さばきに導かれて鋭い末足を発揮し、ブレーキングドーンを半馬身差し切って、重賞発制覇を果たした。2月10日に、東京競馬場で行われた、共同通信杯に、 竹豊騎手で出走、ダノン・キングリー、アドマイア・マーズに放された3着。5戦目は4月14日に中山競馬場で行われるサツキ賞に出走。14番人気と人気薄ながら初騎乗の横山範博騎手の後騎乗もありしぶとく伸びて5着。その後東京優春で6着に入った後に休養に入った。休養明けは2月の京都記念の予定であったが、 右前肢の在肢のために出走を取り消した。再び調整に入った後、11月1日のカシオペアステークスで復帰、続くアンドロメダステークスで2着に食い込んでいる。2021年の5歳シーズンも重症戦線に出走していたが、10月2日に放牧先での調教中に体調を急変させて転倒、そのまま死亡した。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。